黒と赤、うん、これね僕ねこのものすごいいい色使いだなと思ってる実はね、はいはいはい、ものすごい これはね僕の大好きなこうデザインというか、うん、今回このちょっと惚れちゃったって感じですね、うんうん、はい、いいですね。で、まあ、前回まあ、ブログにもね紹介しましたけども、はいはい、本編の方を見たんですけど、はい、今回なんとですねいやこのボーナスディスクびっくりですよ。ボーナスディスクデザインもかっこいいですよ。ああもうこれ ね、 やっぱ中先生で宮平先生あ見えますかね。この辺もやっぱりほら中国の人たちがなんかこうあもう次から次へともう演舞をしてくれたという方々の、ね、もうね皆さんご祖先の先生からね、はい、日賀女先生もここにいらっしゃいますね、はい、いや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 、これもう本編が3時間で、はいはいはい、ボーナスディスクが4時間7時間ですよ、7時間半日終わっちゃうやつみたいなじゃあその今回は特別版4時間全部見たんですか。はい、見ました。ありがとうございます。ちょ皆さんお先に失礼しました。本当に全部見ちゃった。はい、ありがとうございます。まあ、特別版ね、いろいろありましたけどズバリ本音で、はい、これ面白かったっていうのは何ですかね。あと一番まずねパッとびっくりしたのは宗霊先生。宗霊先生っていうのは宮平先生の奥様。はいはい、はいはい、いやちまたではもしかしたら旦那さんより強いんじゃねえかっていう噂があるらしいんだけど、 YouTube のコメントにねえらい評判ですよね。これは間違いなく旦那さんより強いんじゃねえみたいな。中達也宮平保つよりもすごいんじゃないかと言われている。まあただなんだろう動きのちょっと待ってください。特別版の中で宗霊先生が出ているっていう場所じゃないですか。そうだよね。それは宮平保つと宗霊が語る中国武術とは何かってとこに出てるんですよね。はい、どこだっけ、はい、見えない見えない。おじさん。はい。いいですね、それは。はい。ですよね。はい、それを見て、宗霊先生は何をやってたんですか。あ、で、宗霊先生はその宮平先生と宗霊先生が一緒に出てらっしゃって、はい、で、まあ、中国拳法とは何かっていう、はい、中国武術ね、はい、中国武術とは何かっていうのをで、まあ、宗霊先生は下ろしていただいて。ああいいですか、はい、で宗霊先生が気が流行ってますね。気が流行ってますね。あだってあれ宗霊さん、ね、宗霊さんってまあ一応僕 YouTube とかでちょっと動きは見てたんだけども、いや今回の西さんの あの映像を見て、はい、もう超びっくりたまげちゃってすごいと。これは吐いていく。そしてこの後ろ足を下ろします。そしてこういう意味ね、まず理解すると練習してる時のこの充実感も違うし、あの体重のアーチが出てくる。静かだけどね、こういう体使うのがこういう流し流して流して流して全ての技、全てのね全身一本一本の懸垂にまでもね、リラックス。こういう流れ、全身抜いたらまたこの気がパワーとして、威力として出す。流して、吐いて、吐いて。で、いや、とにかくね、なんだろう、動きがその、伸びやか、美しい、なんだろうね、なんと言えばいいんだろう、まあ、動きの美しさって言っていいんでしょうかね、うん、あれに僕なんかちょっと魅了されてしまったという、はいはいはい、でも、まあ、お弟子さんが結構、スパーンと倒されちゃったりとか、まあ、そうそうね、あと、まあ、大きな、ほら、太極拳の先生でこうスパーンやられたりとか、やっぱあの理にかなったね美しさがあるから、どんな流派のどんな武道の人が見てもすごいすごいって、ね、そういうことになるんでしょうね。だから空手の人たちもみんなすごいすごいってしてそういうコメントだけでしょうね。だから見ててやっぱり
一番なんだろうね、その凄さが伝わっちゃうというか、凄さ、あとは僕なんか本当に、まあ、すごいというのと同時にやっぱりその美しさだよねっていう感じ、やっぱりさ、中国の国家チームってすごいんだね、やっぱりね。いや、だってですよ、もう今すいません、あの中国の人口って何人ですか。すごいですよね。で、あん中の精鋭ですよ。でもしかもさ、やっぱすごいなと思うのは、どうだみたいな感じがないじゃない。あ、なんかこう普通にさ、普通に別に普通になんか普通におしゃべりするかのように。こう、これがこうだみたいなさ、でしかも、 もう笑顔でなんかニコニコ楽しそうにやるっていう、なんかナチュラルだよね。だから完全にあの身についてるというか自然なんでしょうね、 あれはね。だから普通にしゃべるとか歩くとかなんかというのと同じことをされてるのかな。そういう美しさはあるよね。石橋さんもさ、もうあのほら、もう宮平先生にはやられたくないって言ってたけど、将来先生には太極拳でポッと投げ飛ばされてみたいとこあるよ。なんていうか、こうあのカーッてなーってこうなったのこうなって、もういいです、噛みづらいっていう、これまた映像入れますから。あ、本当に。あれちょっと石橋さん、うわまあいろいろですね、逃げなんてもう何にもできない、何にもなすすべなし。あれ見るとね、トラウマみたいな、もうあんなに痛かった思いなかったんだもん。総理先生に、はい、高さんそうじゃなくてこうみたいな、心と体を一致させるみたいな、中国武術のね、神髄を習うっていうのが。ぜひまた沖縄に行った際によろしくお願いします。でもほら、宮平先生自身がこの北拳と南拳のこととかさ、ああいうなんていうかな、その僕らが漫画とか雑誌でしか知らなかったことをちゃんとこう語ってくれてるの結構貴重ですよね、あれもね。相手が押したい、北の憲法の代表でもある、まあ、敬意拳とか、八卦掌であったり太極拳とかありますが、八極拳なんかもそうですけど、蹴りっていうのは基本的にはあんまりないですよね。いやー、だから本当に専門家のですよ、専門家のあの方がちゃんとそういうのを説明してくれて、あとはまあもうご自分のその今の過去の経験とかですよ、そうですね、うん、そういうのをちょっと交えてのご自分のまあ意見っていうんじゃないんだけども、そのお考えをもとにそのいろいろと説明してくれるっていうのはものすごい、まあディープというかですよ。そうそうそう、軽手はとか吸う音までも吸ってはーって吐き出す音、ほっと知りたいですね。南武術なら副将、南武術ならほとんどの流派は三中あります。あ、そうです、あの、はーあ、そうです、昔の先生方はやっぱりこう一直線上だったんです。だからこれで果たして強いのかな、感じは弱そうです。弱そうだ、そうそうそう。で、それで今日実験したんですか。突きすごいじゃないですか。あれもやっぱ食らったら一発ですから。見た目すごく遅く見えても、見えにくい突きを持ってくるんですね。じり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 ずっとやってますから。まあ、もしかしたら武器、いろんなものは当然僕の中では反則とかアンフェアではないですね。当然それも入ってる。一気ですね。1、2、3、4、5で。打つけどね、はい、はい、だから本当にその中間ぐらいなんですよ。ですね、確かにそうだ、そうなんですよ、こうふんってやってる間にやれちゃうから、うん、俺も変わってるわけじゃないですか、うん、受けてこのまま落とすとかありますけどね、まっすぐじゃなくてこっちにこう落としていくっていうのも方法ありますけど、相手が押したい、押したい、北の憲法の代表でもある、まあ、敬意拳とか、八卦掌であったり太極拳とかありますが、八極拳なんかもそうですけど、蹴りっていうのは基本的にはあんまりないですよね。全ての技、全ての、ね、全身、一本一本の拳線にまでも、ね、リラックス、こういう流れ、こういう流れ、